おはようございます。モーニングルーティーンとして一緒にストレッチを行うことで可動域や代謝が上がります。痩せたいよって方は一緒に頑張っていきましょう。まずは寝た状態で片側膝を抱えていきます。しっかり膝を抱えることで腰がね伸びていきます。特に朝は体が硬いので、まず可動域を広げること、筋肉を伸ばすことでしっかりね筋肉に酸素が取り込まれて痩せる体が作れます。しっかりね太ももを胸につける感じで伸ばしていきましょう。呼吸はリラックスしてください。痛い人はね朝からいきなり伸ばすと痛めるんで、ゆっくりね伸ばしてください。はい、今度はね反対足です。しっかり腰を丸めていきましょう。左右で腰の痛みの違いがある人は骨盤がね歪んでる可能性があるんで、今回のストレッチを最後までやってみてください。意外と足の長さが違う人って多くて、やっぱり骨盤がね前後ではなく左右にも歪んでる人がね結構多いですね。そうなるとね力の入り具合が変わってきます。しっかり腰つけてリラックスして伸ばしましょう。はい、 OK です。今度は両足です。腰をしっかり丸めてね、床に腰つけてはね、手だけじゃなくて腕使って体操座りする感じでね伸ばしてみてください。ぐーって抱えて息をねしっかり吐くときにね筋肉緩みますから、最後の最後まで息吐く。今度は片方膝をね回していきます。手は自由にしてください。股関節を外側に回す感じで動かしていきます。ゴリゴリってなる方もねいると思いますが、あんまり動かしてない人ほどねコリコリなるので、あんまり気にせずねしっかり動かすことをねやっていくとコリコリならなくなってきますので、股関節がね、突っかかる感じがあるよっていう人もね、しっかり動かしてみてください。よし、反対です。これもしっかりね、腰を床につけることができると、お腹がへこんできます。とお腹がねドローインって言って骨盤を立ててねお腹を引っ張れる姿勢が身につくんで、ストレッチしながら腰をね床につけとくのは意識してください。よし、 OK。 今度はもも裏持って伸ばしていきましょう。つま先をねしっかり上げることで実は腰が丸くなるんです。腰が丸くなるってことは反り腰の解消ができるってことです。なのでもも裏をね伸ばすっていうイメージよりもつま先もねしっかり最後までこうやって伸ばしてください。はい、OK。
け。反対も一緒です。こういう感じ。よっしゃ。朝はね、特に硬くって痛いですよね。あんまり痛いのを無理しすぎると体が逆に硬くなっていくんで、朝から柔らかい体を手に入れたいよっていう人は寝る前やるとね、朝意外と柔らかかったりします。ストレッチも慣れてくると痛いけど力を緩めるっていうのが上手になるんで、そうなると体がどんどんね柔らかくなります。よーし、 OK。 今度はね、手で両膝を押さえて開いたままキープです。これでキープ。腰はねしっかり床につけてください。ちょっと股関節痛くなったらね、ちょっと一回戻したりしてまた開いてください。よいしょ。これでしっかり腰をつけて、股関節痛くなったらまた一回戻して、マイペースでやってください。これがねすごいねリラックスできるんですね。赤ちゃんのポーズなんですけどね、OK、今度は膝上げて太ももの裏をね両手で持って、足をねちょっと開いてます。これでねキープ。これがね赤ちゃんのポーズなんですけど、これすごいね腰が伸びて気持ちいいんです。止まっとくだけ。ちょっとねこうやって体をね左右に揺らすと体の筋肉のね緊張が緩んでよく伸びます。ちょっと揺れてみてください。腰がよく伸びますね。足をこういう感じで上体と足を反対にひねって、これでキープ。ちょっと体をね揺らしてみて力抜いてください。ちょっとこれはね呼吸がしにくくなるかもしれませんが、浅くてもいいので上手にねりがね、すごい硬くなってきますので、ね、朝から筋肉伸ばすとね気持ちがいいですよね。よっしゃ、反対です。これでいきましょう。できればね肩は両方床につけて足をね遠くに持っていく感じでリラックスして伸ばしましょう。朝ってやっぱ体がね硬いんでね、お風呂上がりとかねおすすめなんですけど、代謝を上げるのはねやっぱ朝がいいですね。ふぅ、今度はね片足をクロスして手でね下の足の甲を持って上の足で上の足を押さえる。こうひねります。こっちをしっかりね持ってね、ちょっと難しいストレッチですけど、これすごくね腰回りが伸びます。見るんで腸腰筋も伸びて反り腰解消にいいです。よし、反対足の下にクロスして
かもですが、あぐらを組んで押さえてる感じです。ってこれでね、リラックスしてキープです。腰がしっかり伸びてればね、ちゃんとできてますから。筋トレも大切ですが、ストレッチもね大切です。極端に言うと、ストレッチ2回、筋トレ1回みたいなね、イメージが一番ね、いいです。はい、OK。よっしゃ、今度はね、ちょっと起き上がって。よし。足の裏を合わせて、これでね、股関節をちょっと伸ばしましょう。揺らしながら、あともう少しですからね。股関節周りがしっかりね動かされてストレッチされると日常的な活動量が上がります。歩く歩幅が広くなったり早歩きになったり、日常的な動きがねテキパキ動けますんで、関節周り、お尻をねしっかり伸ばしましょう。はい、OK。じゃあ今度はね、軽く足を開いて体を左右にね揺らします。つま先しっかり上げて、足の角度は痛いなから少し戻したぐらいがねちょうどいいです。つま先をしっかりね上げるのがポイント。しっかりつま先上げてください。たまにね、足の甲を伸ばして、ですが、つま先を上げる方がね、やることが少ないと思うんで、しっかりつま先上げて、体を揺らして、はい、OK。 最後は前に行きましょう。さっきよりもね、足開いて、よっしゃ、これでね、ひりつく感じで前に動いていきましょう。よっしゃ。こういう感じで体をね左右に揺らして、最後いいよーっていうまでねちょっとやってください。よっしゃ。ここからつま先を前に動かしてみてください。体を揺らしながら、これもう最後ですからね。こういう感じで動かしていきましょう。よし、起き上がって最後ね、膝をパタパタしましょう。呼吸をリラックスしながら、頭を一回クリアにして、はい、 OK です。お疲れ様でした。今日一日代謝が上がってます。頭の中を一回リセットしてもらって、ありがとう、感謝します、ついてます、痩せていってます。この4つの言葉をね毎朝口に出して頑張っていきましょう。最後までやったよって方はコメント残してください。今回もご視聴ありがとうございました。